どうですか。わっぜうまい。わっぜうまい。最高。今日は広島からですね、バイクユーチューバーのプライドレジェンドのっていうチャンネルを運営されているひざさんコラボレーションで、ラーメンを食べていきたいと思います。今日はですね、第5回鹿児島ラーメン王決定戦優勝のお店にお邪魔しております。僕もね、バイク乗って、ウルスキーあたりをこう走ってきて、でたどり着きました。はい、じゃあ今日はラーメン楽しみましょう。はい、はい、今度の6回大会は休止が入るということで、一応最後の大会になりますので、皆さんがラーメン王決定戦をずっと覚えててくれるような、記憶に残るような、皆さんがびっくりするようなラーメンを、感謝の気持ちを込めてしっかりと準備して持っていきたいと思ってます。皆さんのお越しをお待ちしてます。ありがとうございます。ブヤットサーです。入江です。今回は広島から日本一周バイクで走行中のひささんと、指宿駅から5分のところにあります竹虎さんにお邪魔してます。こちらが竹虎さんのメニュー、たくさんのラーメンメニューの中から私は開門岳、そしてひささんが辛豚骨ラーメンをオーダーしました。さらに竹川オーナーのご厚意で手作り黒餃子とセゴ丼をいただきました。こちらが竹虎さんのお漬物になります。お漬物を食べながら談笑して待ってると着丼です鹿児島ラーメン、つつうらうら、ご紹介します。チャンネル登録、よろしくお願いします。いただきます。さあ、スープからいただきます。どうですか。ひささん、スープどうですか。わっぜうまい。最高。いやー、気に入っていただけたようで嬉しいです。さあ、私もスープをいただきます。特に 寒かったから、体に染みる。確かにあったかくてわっぜうまいスープでした。バイクで冷え切った体が一気に温まります。スープはコクがあり濃厚でまろやか、鰹節の香りが本当に良くて、確かにわっぜうまくて温まるスープです。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は中細ストレート麺でした。こちらの麺もとても美味しい麺で、もっちりしていてコシがあり、細めの麺にスープが絡み、スープをよく持ち上げて口まで運んでくれる、いい仕事をしてくれる美味しい麺です。スープとのバランスと相性がとてもいい、計算尽くされたうまい麺だと思います。このうまい麺をすすっているひささんの表情を見ると、気に入ってくれてるようで嬉しいです。さあ、ひささんがこちらのセゴ丼を食べます。どうですか、お味。わっぜうまい。わっぜうまい。このね、ミンチが、ものすごい美味しいです、何がですか。ミンチが、ミンチが、マヨネーズとすごい合うのかな。マヨネーズが合います。すごい美味しい。そしてひささん、お次は黒豚餃子を食べるようです。そして私もセゴ丼をいただきます。こちらのセゴ丼、濃厚で味噌辛さとマヨネーズのアクセント、さらにふっくらご飯がとても美味しい丼、がっつり食べられるセゴ丼でした。
さあラーメンを再び食べていきます。ある程度食べ終わったので今度は温泉卵を割って全体的に混ぜて味を少し変えてみようと思います。温泉卵と本枯れガツオをスープになじませていきます。その混ぜたスープをすするとこれもまたさらにうまい。温泉卵の甘みがスープのコクのうまさを引き出し、味噌で味付けされた黒豚ミンチがちょうどいいアクセントになってうまいスープです。さあ次に黒豚餃子をいただきます。肉厚十分の黒豚の種、皮はふっくらこんがり、その餃子を口の中に含むとジューシーな肉汁とともに口の中で黒豚の旨味が広がり満たされていくのがわかります。そしてまたスレゴ丼を食べた後に今度はヒサさんとシンクロ状態でラーメンをすすっていきます。竹虎さんのスープは豚骨と鶏ガラだそうですが、豚骨の風味と鰹節の風味がバランスが良くてとてもうまいです。そして私はチャーシューをいただきます。こちらのチャーシューもわっつうまいチャーシューでした。実は混ぜた時にはほぼほぼ砕けていますが、その砕けたチャーシューでも肉質感も歯ごたえも感じながらも程よく柔らかいあっさり味付けのうまいチャーシューでした。そして麺をほぼほぼ食べきったところで次に行ってみましょう。バケトラ名物締め玉、今回はバター醤油味をチョイス。スープの中に揚げ玉をどんどんつぎ込んでいってスープになじませていきます。これ美味しいんですよ。さあその揚げ玉スープを一口とつるっと、いや以前も来た時もそうでしたが、やはりこの締めはやめられませんね。とてもカリカリ食感、スープとよく合いコクのあるうまい揚げ玉です。お店の情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンもよろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。さあスープを飲み干し、本日も会員完食です。県内産の黒豚、山川の本枯れ節、濃厚でコクのあるわっぜうまい一杯でした。ごちそうさまでした。パケトラさんすっごい美味しかったです。すごいわっぜわっぜ、そうですよ。ダメダメ、わっぜうまかった。いやまたね、お店の方々がねすごい親切。ああ鹿児島の人でね、一個気づきました、はい、美人さんしかいない。美人、鹿児島の女性のことを薩摩王女はい、美人でした。はい、プライドレジェンド、ぜひねカタカナで検索したら出るんで、ぜひご覧ください。はい、お願いします。チャンネル登録します。腹も満たして元気出ましたか。バリ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 出ました。じゃあ今からバリバリ走ってください、はい、安全運転で、はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。丸くくり抜かれた入り江の顔をクリックタップしてね。次回もお楽しみに。